はい、こんにちは。華道家の宮本理丈です。今日はお聖歌、行慶受け流し池という受け方を吉野桜ですね、皆様、本当に馴染み深い桜だと思いますけど、吉野桜で受けてみました。これ生け終わったやつですけど、だいぶ疲れましたね。ちょっと今まで紹介していた慶応桜とかよりは若干折れやすい、粘らないので、お花の付き方ですね、ちょっとこうボコボコって咲いてお花がないところが結構あるんですね。そこをなんかうまく埋まるようにちょっとワイヤーとかも使っちゃいましたけど、ちょっと寄せたり枝を寄せたりするのがちょっと気をつかりましたかね。でもまあうまく溜まってくれて、いい形に仕上がったんじゃないかなって思っています。はい、この足を一本にして、そこからまあ綺麗なラインを作っていくの成果、ね、このまあ一本にするってのも難しいですし、形通り持ってくること本当に難しかったですけど、まあ、ちょっとこれからいけているところをぜひご覧いただければと思います。よろしくお願いします。吉野桜、今までやってた慶応桜とかよりはお花が大きいの分かりますかね。お花が大きくてちょっとこうボコボコってこう塊があるというか、そんな感じですね。で、今日もうだいぶ咲いてきちゃってるので、お花を落とさないようにね、ちゃちゃっといけたいと思います。手早くいけるっていうのもそういう意味では大事ですね。そういう見えるかもしれないけど、結構大変なんだよ、初心者がいるとね。皆さんそうですね。こんな感じ撮れてる。これでまあ準備完了と。ちょっとお花付きあんま良くないけど、まあまあまあな枝45、これはやっぱ3の3なんですね。この今日は受け流しっていう形をやろうと思ったんですけど、その形の解説もね、またやりましょう。ちょっと今日この足がこう曲がってるのが後々ちょっと不安ですね。なんだけど曲がってるとどうなっちゃうんですか。曲がってると曲がってるのはまっすぐにしなきゃいけない。あー、溜めてちゃこう調整する必要があるんですか。そうそうそう、溜めるって言っても曲げるために溜める時もあるけど、まっすぐするために溜めることもあるわけ。だからこれは、まあ、今こんな感じだよね。正面見てね、正面見ると、まあ、ここも曲がってるしここも曲がってるよ、ね、これはだから正面見た時にまずまっすぐさせるってのが大事。これ横からも分かりますかね、こういう形になってますよね。横から見た時はこう溜めなきゃいけないからね、今度逆に溜める。でちょっとこれは慶応桜より粘りがないので、ちょっと神経を使いますね。まずまっすぐにすると、ここはこれちょっと折れやすそうですね。さっきちょっとまっすぐになったら分かりますかね、さっきよりね。まあ、ここはまあいいとして、この辺真ん中あたりを今度は溜めると、ちゃんと。あんまり一箇所で大きく溜めるとちょっとこれこの枝危なそうですね。もう何箇所にも分けて溜めていくと。やっぱ桜はこう溜めてなんぼって感じしますね。しだれ桜っぽくね、作る時もありますけどね、成果の場合は。で、頂点はでもここに来ると、センターに来ると戻ってくると。で、この本体の脇枝はちょっと寄せたいということですね、こっちに。
ちょっとこれやりすぎね、こんぐらいまでですね。これでいきましょう。で、芯が立ったと。どうですかね。これは本手池と同じ、今日は、まあ、受け流しっていうのをやってみようと思ってますけど、3の3、ここからこことここから頂点と同じ長さですね。で、まあ、ここのところが一番、まあ、膨らんできてるという形になります。これちょっと細めだよね。一番に来る枝が太いと他の枝を後ろに隠しやすいの。あ、前に来る枝は太い方がまとめやすかったり、まあ、ごまかせるというかね、一本でね、一概に細いのを集めればいいっていうことではない。前受けというのを取ります。できるだけこのコブみたいなのを落として、これもまだ曲がってますね。特にここの足がね、反対になってるですね。この枝のカーブを見ながら、自分のこの今手元にあるカーブを頭の中で合わせてる。さっきまっすぐにするって言ったじゃない。まっすぐにしてれば合うはずなの、お互いがね、まっすぐだからね。からむしろお成果で大事なのは、溜める、曲げるより正確にまっすぐに戻すっていう方が実は大事。僕が今触ってる枝を実はもうまっすぐにしている作業を実はしている。そして合わせている。たまにやりながらね、回っちゃうときは。ほぼほぼこんな感じで良さそう。今度は斜め45度にそのまま伸びていくんではなくて、若干前に来ると。最後ね、枝先は。でも悪いのはこっちの後ろの枝の場合もあるけど、そうじゃない場合もあるからね。芯の頂点がずれたよね、今度右にね。はい、ということですね。一緒に溜めたりしますね。まあ戻ったかな。これを前受けって呼んでます。で、2本目、次新米。新米は本手池と同じ寸法で、これ長いのね。これだと2の3ぐらいある。から、でもここのお花使いたいので、これを落とすと。だいたい、ちょっと長めですけどね。特に新米とかは長くていいね。短くなりがちだからって僕は思ってますけどね。こういうことですね。前受けと新米は別のものだから、境目は一応欲しいですね。ちょっとこれ残念ながらだけど取りましょう。これはちょっと当たっちゃうし、ちょっともったいないんだけど取りました。で、今やってる受け流しっていう受け方、まあ、右側に流しが伸びていく、真横にね、形なので、左側はあんまりこう広げない方が、まあ、バランス取れるということですね。なので、こう斜め45度に一旦出ますけど、前に振っているということになってます。次々右に行きましょうか。知ったりするところもありますね。正面を合わすと、ほぼほぼこの、これで今90度、これが裏に見えるんだよね、この枝がね。あ、困るってますね。取っちゃおうかな。ここでいいか。あるかな、ちょっとこう本体に近づいたのはね、近づけたというか。ああ、でもいいね。最後止め、
かね。ちょっと長いね、こんぐらいか、ね、はい、お疲れ様でした。受けてみましたけど、どうですかね。僕は聖火の中で結構好きな形ですね。流しの横に伸びる流れ、これをかっこよく作りたいなっていうのが一番ですね。だからちょっと1の3とか寸法言ってますけど、ちょっと長めに取っちゃったりしてやることもあります。流しになる枝をまず優先的に選ぶかなっていう感じですね。あとポイントとしては左側ですね。特に眉受けですけど、眉受けが斜め45度行きっぱなしにならない、ちょっと前に振るってことですね。左側は広げないってことですね。そうすると、まあ、こっちが際立ちますし、全体的にこう平べったくならないように、結構この芯のためですね。深めって言い方をしますけど、大きめにためた方が、受け流しの方は芯がちょっと突っ立った感じになると、この横に広がるのがちょっとかっこ悪い感じになりますね。盆栽の形に似てるような雰囲気もあるんじゃないかなと思います。こう枝が下に伸びるような枝の流れはね、そういう形にも通じるんじゃないかなって思って、ちょっとどっしりした強さのある成果になってます。昨日東京の桜も満開になりまして、同時に行けたと、そんなもうギリギリの桜を行けさせていただいたなっていう感じで、まあ、なんとか頑張りました。はい、ありがとうございました。